まあよく寝ました。今日はめちゃくちゃ寝ましたね。ほんとなんか一日を無駄にした感が半端ないです。もう朝の4時半ぐらいに寝て、で夜の6時半ぐらいに起きました。やばくない？めっちゃ寝たんだが、まあそもそもなんかこう買い物系とかを昨日おとといに済ましたからもうすることがなくてすることがなくて、昨日の夜ずっと服をねずっと断捨離してて、でもまだ終わってなくて、もう今ビニール袋じゃない、ゴミ袋に3袋ぐらい詰めたんですけどまだ終わってなくて、でも疲れて疲れてベッドにずっといました。後輩にあげるの、いやなんかいいやつをあげたいんですけど、なんかもういいやつがなさすぎて、もう着古したものしかなくて、ちょっとね。そう、もったいないのはもったいないんだけどね。売ったりしないの。売れるようなやつもないっていう。多分1円台とか10円台ぐらいかな。雑巾代わりにしたりしてる。おーすごい。器用だったらそういうことしたかった。布とかを。なんだろうな、溜め込みすぎてたのか。でもなんかこう握手会で1回しか着てないワンピースとかはなんかちょっともったいなくて置いてる。なんか私握手会めっちゃワンピースばっか着るんですけど、ワンピース大好きマンだから。ワンピースって1回着たら次着てるとまた着てると思われるやつ代表格だから。だからもう着れないんですけど握手会2回は。でもなんかまあ使えるだろうと思って。そう、私とかが着てる服ってなんかこう妹とか友達とかも絶対着ないような服ばっかだから。そうなんですよ。セレブっていうかそういうわけではないんですけど、いろいろ大変なんですね。それのね断捨離をずっと機能してて疲れました。握手会多いから大変だ。そうなんですよ、これからの服が全然なくて、そもそも春服夏服がもう全くないから買いに行かないか、買いに行かんといけませんね。昨日はもうずっとなんか服調べてなんかああこういう感じのが春なんだなーって感じで可愛いなーと思いながら見てました。ホワイトデーに送らなきゃ。いやなんかファンの人のさセンスってすごいよね。なんか女の子はまだわかるんだけどさ、男
男性の方でどうやって調べとんやろと思うそのさ女子のねブランドとか詳しくない？なんか気のせい気のせいかな。どこでそんなねえうん、店員さんに聞く勇気マジで。私女子だけど店員さんに話しかけれんで着てほしい服を選ぶ、うん、なるほどね。いやすごいなって。もうなんかさたまにメンバーとかがさなんかめっちゃ可愛い服着てて、それどこで買ったのって言ったら、これファンの人からのプレゼントみたいな、みたいなそんなことあるって思って、どうやって調べてるんだろうって思いますね。女子よりセンスがいい気がする自分あんまりセンスがないから、なんか何が良くて何が良くないのかあんまり分かってないんですよね。なんか本当にそれがおしゃれなのかおしゃれじゃないのかの区別がまだまずついてない、うん、だから本当に多分向いてないのかも。ランウェイとか見てても本当にそれがこうおしゃれなのかがちょっとよく分かってないんですよね本当に量産型の無難なやつしかなんかおおおしゃれだなとしか思えなくて、なんかこう尖りすぎてるとどうなんだろうと。いやでもやっぱ個性って大事だよね。うん、羨ましいもん。これが好きっていうのが欲しいですね。なんかこういう系統みたいな、うん、黒が似合う。そう、なんか無難に黒いっちゃうんだよね。アリちゃんさん個性ありありじゃない？うん、アリちゃんさんはね、でもね、なんか可愛い服ってか いいものをいつも着てるというイメージが、あれなんかちゃんとしてる。でも個性って言ったら私はもうみゆみゆさんの服がもう個性爆発って思うんですよ、 STU だと、うん、みゆみゆさんだと全身原色とかで着たりするからたまに、うん、すごいそのイメージがある、なんか個性って感じ。メンバー人気高いのはやっぱコッコさんとかのファッションは高いです。古着系。私服はトロブだな。え、わかる。トロブさんの服装めっちゃ好き。わかるわかるわかる、めっちゃわかる。なんであんなおしゃれなんだろう。おしゃれっていうかどこで売ってんだろうみたいな、なんかすごい欲しくなるようなやつをいつも持ってるわかる。トロブさんみたいになりたいな。めっちゃわかるんだ。あゆまん可愛かった。え、それのあゆみんさんめっちゃ可愛くない？今日マリーナさんのツイッター見て思った。私本当にね、なんか卒業したメンバーが好きすぎてやばいんよね本当に好きで、マッチで好きで、もうしょっちゅうツイッターで名前調べてなんか画像検索してるとかブログの昔の写真とか見たりしてる。めっちゃ可愛い、可愛い本当に。
そう、あれ冬の格好じゃなかったよね、あゆみさん。いや、なんかぽいなと思って。そう、ももなさんの顔も好きな。私がでも STA で好きな格好は、まあ、まあ卒業したメンバーだとロブさんとか、今いるメンバーだったらだろうな、フーさんとかも結構好き、うん、かな。いや、春からおしゃれになりたいですね。背高いことない人も似合う。そうだね、私はなんかその背は標準なんですけど、足が短いから本当にもうスカートとかズボンの丈が合わなくて合わなくても本当にいつも苦労してるんですよ。本当に分かんないんだろうな、多分この苦労は。裾上げをしなきゃならないっていうね、本当にね、もう申し訳ないの、プレゼントで送られてくるさ、なんかスカートとかズボンもさ、もう丈がさ、もうめっちゃ長い、私の足がね、ちょっと短いせいで、もう本当に申し訳ない。もうなんか最近は靴をめっちゃ高いやつを履こうかなと思って、検討中なの。もうスニーカーとかもヒール高いやつにして、足をもう増強させようと思って。そしたらね、裾がね、つかんからね。そう、また下何センチ、いや分かんないんですよ、測ったことないから。あ、もう座高かな、うん。裁縫セットは大丈夫です。私裁縫できないんで。そう、最近の悩み、座高1メートル、1メートルもないけど、もう厚底履こうかな。レッスン上に測定器置いてくれたファンとしても楽しい。でもなんか測定器っていうか身長を測るやつはあるよ、なんかレッスン上に謎に謎に置いてある。たまにメンバー測ってる、なぜか置いてあるんよね。なんで置いてるのか分かんないけど。体重計、あー、体重計ね、体重計は置いてるのかな、なんか置いてたような気もするけど、そんなレッスン場で測る人いないからわざわざね、家で測りますからね。厳しいスタッフがいたら、うん、昔はなんか入ったばっかの時はそういうのあったけど、今はないですね。まあ、おのおの管理しましょうって感じ。
公式プロフィールって身長表記読めたの？そうなんですか？すぐ伸びるからじゃないのかな。わかんないけど。ニキが痩せろ痩せろって言われてるみたい。ああ、なんか言ってた。今泉ちゃんから聞いた。なんかめっちゃ厳しいってマネージャーが。まあでも確かにね、自分らも最初の時はめっちゃ言われてましたよ。そう、成長期、そうそうなんよ、成長期があるんよ。許してって感じ。もう中高生なんかも成長期やから、何もせんくても丸くなるんですよ。もう許してちょーって感じ。だんだん痩せる。え、でも中学生で一回太ってみんなそこからなんか勝手に痩せますよね。もう自分も中学生の時そうだった。なんかそういうもんなんだろうなって感じ。小学校ガリガリで、中学校ちょっとぽっちゃりで、で高校になってだんだん戻ってくる。なんか、やっぱこうホルモン的な問題なんだと思う。多分。そうだよきっと。っていう言い訳をしつつ、まあもう私は二十歳なんで。ホルモンも関係ないんですけど。もう多分成長しきったんだと思う。完成形、完成形。でも聞いてください、痩せたんですよ。ちょっと本当に久しぶりに、久しぶりにっていうか、その定着したっていうのがびっくりポン、あ、びっくりマロン。びっくりマロン。そう、あともうちょっとって感じ。もう本当に、いや、よくやったっていうか、何もしてないけど、去年よりはだいぶマシになったんじゃないでしょうか。まだ顔がねちょっと丸いんやけど。あと2キロぐらい痩せれたら嬉しい。顔から太るっていうか、ほっぺが丸い。ここに主にって感じ。足のサイズ 23.5 です。ひまわりの種入れてないよ。入れてないけども、身長は158。体重。体重はね、今 2.5 から2.5、うろうろって感じ。ですね、はい。もうちょっとですね。そう、最近頑張り始めた。
トンじゃないよ。トンはやばいでしょ。最近ダンス踊ってないからやばいですね。でもレッスンがもうちょっとしたらあるって感じなんですけど、まだないからちょっとそれまでね、踊ろうかな。踊ろうかな。うん、めっちゃなまってる多分。ね、早く公演を再開してくれたら。公演が再開してくれたらいいんだが。まあでも今2日か、あと1週間ぐらいせんとレッスン再開しないから、それまでどうしようかなって感じですね。だから多分みんな帰ってるんだと思う、実家とかに。結構もう半分ぐらい帰ってるんじゃないかな。帰るかちょっと迷ってるんですよね。磯貝さんと遊ぶ約束しましたよ。でもまだね、遊んだら報告します。でもまあ割と具体的な日にちも決めました。今週とかではなくて全然来週とかかな。そう、楽しみにしててください。私も楽しみですね。そう、朝4時ぐらいに磯貝さんになんか丸々行きましょうって言って、したらすぐ既読ついて、なんかカノン行きたいと思ってたみたいな。でも今愛知いるから何日からだったらみたいな感じで言われて、変な画像も送ってきたって言ってた。あー、なんか私の冬服のあの待ち受け画像、もしゲットした方がいれば、まあどんな感じか分かると思うんですけど、それをなんか舞ちゃんがなんかあの雑誌のレイの表紙風に加工してくれて、めっちゃうまかったんですよ、その加工が。めっちゃなんかレイの表紙風に加工してくれて、それを送りました。それフォノタンさんにも送りました。ほのたんさんからはなんか、ごめん、うち江戸島の表紙になったんよって来て、ごめんねって言われた。いやー、それ見せたいんですけどね、ちょっと普通になんかレイって書いてるから、ツイッターにもモバメにも載せれないし。ノンノバージョンも作ったんですよ。ノンノン2パターンあります、ノンノンとレイ。いや本当にすごいですよ。めっちゃそれっぽい。
表紙飾っちゃいましたね。そういう遊びをしてました。明日は新谷ののかさんとカラオケ配信します。何時から、なんかでも一応17時からかなと思ったんですけど、ちょっと今なんか予約を入れようと思ったんですけど、私いつもアプリで予約してるんですけど、アプリがめっちゃ落ちてて、ちょっと入れれたらショールーム予約入れるって感じです。一応17時からかなって感じ。そう、あんまりね遅い時間だとのんさんがねショールームできない時間帯になっちゃうから。感じです。18時になるかもしれないです。そう、9時までなんですよ。18時でも全然あるか、いいか。18時、9時、9時、2時。そう、4月からね伸びますね。とか4月からアリちゃんさんとかツイッターするんじゃないのかな、するみたいな言ってた気がするけど、アリちゃんさんツイッターしたいですかちょっと知るよって言ってたから、ノンさんとかするのかな、どうなんだろう。アリノン高校生ですよ、早いですね。ノンママノンさんママ、ノンさんママいるかな。ノンさんのお母さんとお父さんめっちゃ美人イケメンや、どっちも美男美女。さやか名前出してるんだ、さやか。お母さんめっちゃ綺麗。ノンさんお母さんの話するときに、ああさやかって言ってくるからめっちゃおもろい。さやかじゃねえよって感じ。ノンさんどっちになんだろう。ギャル姉はね見たことないんですよ。あ、でも写真っていうか、なんかのんちゃんさんが見せてくれたプリクラみたいなので見たことあるかな。そう、ノンさんママ美人。ギャル姉って読むの？ギャル姉じゃないんだ、ギャル姉なんだ。ギャル姉同い年だった気がする。あれ一個上かな確か。ノンさんのお父さんも会ったことあるし、お母さんも会ったことあります。多分いいらしいね、なんか大学生って言ってた。よいしょ。初見です、こんばんは。番号よいしょ。楽しみですね、何歌おうかな。
手紙書いたら読んでくれますか。私めっちゃ読みますよ。てか保存してます、全部手紙。手紙恥ずかしいから書かない派。ああ、確かに手紙ってちょっとね、なんかこう読み返するのがちょっと恥ずかしいよね。いやでも良きよ手紙は。きちゃんのこと知らんけど可愛いって人がいたんで紹介しておきます。お願いします。自分も字めっちゃ汚いからさ。恥ずかしくなるの分かるわ。小学生男子なんでね、字が。あんなに寝たのにまだあくびが出るってやばいよね。あんなに寝たのにもう 10時間以上寝てるけど。寝た。いやーオールはしたくないけどな。まだ寝れないかなって感じです。ちょっと飲み物もすっきりさせよう。今から ASMR。 あ、全然プシュってならなかった。最近ハマってるのはね、このなっちゃんのシワシワハクトにハマってます。私はこれめっちゃうまい。そう、梅がめっちゃ好きだったんですけど、梅のジュースがもうなんかコンビニに置かなくなっちゃって、わかんない、スーパーだと置いてんのかな。だからね、最近は桃にしました。で、桃はねめっちゃ置いてるんですよ、なんかいろんな種類が。でペコちゃんのなんか桃ジュースとかいろいろあるんですけど、私はこのなっちゃんが好きです。限定出荷。これはうまい。岡山の桃なのかな、どうなんだろう。朝日奈祭り、それな、女の子の日。どこのリップ、ディオール。そう、マイキューからもらったやつ、859。タンプレです、タンプレ。千穂さんはね、もらったのはリップじゃないんですよ、これハンドクリームもらった。ジル、これを握手会でつけようと思ったんだけども全然握手会がない。そう、机の辺にね何でも置いてある。私これうぬさん、なんかすごいなんか上品な匂いがする。
これで握手会に挑みます。関さんから返事来た。関さん来てないんですよ。ゆきついてるみたいな、なんかこう行間で分けてて、私ハルポって見て、私ちょっと使ってこうと思った春になるおきぽで、ハルポ使ってこうと思った。ハルポテチみたいな、ポテチのなんかポからテテテって区切っちゃって、ちょっとね反応しちゃったハルポ、ユキポ、オキポそう最近ポに反応してしまうんですよ。そうサマポ、夏はねサマポ。ぜひぜひ見つけてみてください。パスポ、パスポ。今日なんか幼く見える。そうですかね。でも顔が違うんですよ今日。うん。うん。これなんかじっくり自分の顔見れたらなんか。ゲシュタルト崩壊起こしそう私ずっと自分の顔見て喋ってるんですよ、うん、そうめっちゃシュール。これは私なのかなって感じ。なんかちょっと整形したくなってきた。ちょっとこんでコンプレックスばっか見えてくる。ちょっとどうしよう自分の顔見てると整形したくなってきた。ちょっとなんかなんかキモってなっちゃった自分の顔今やめよう。ちょっとあんま見んとこ。なんかそうなんか嫌なとこが、ね、目ついた。この顔何誰の顔になりたい。なりたい顔か。いろんな、そうあゆみさんもなりたいし、とか自分の推しメンの顔になりたい。なんかいろんな人の顔になりたい。自分はディーン・フジオカになりたい。みんないるよね、それぞれなりたい人。ミカニャン、ミカニャン会いたいな。でもなんか系統がもう全く違うからな。こうやって多分どんどん化粧が濃くなっていくんですよね。こういうのを見つけていくと。
ミカにはね、今ずっと LINE が続いてます。うん、元気、早く会いたいな。何のお話する？なんだろう、でもお互い共通のなんかこうちょっとなんて言うんだろう、があって、ちょっと話題がそれについてとか、まあ、あとはグループのこととか、うんって感じ。ミカニャは面白い。遊びたいんですけどね。遊べるかな。そう、ミカニャしかね、ユーカニャンって呼ばないからね。自分の名前思い出しますね、ミカニャンと喋ってると。あ、私ユーカだって思って、うん、内海りねちゃんがメールにおきちゃんとツーショット持ってたよ。そう、りねたん、りねたんはね、なんかあれなんですよ、お母さんの会社の知り合い同士みたいな、ちょっと世間狭だったんですよ。そうそうそう、やっぱ岡山やと世間狭いのかな。そうなんですよ。まあでも全然知り合いとかじゃないんですけど、まあ年も違うし。何でも略しやがって。そうそうそう、最近略しがち、せけせま。くま、ありがとうございます。まあでも岡山だからって、そんな、岡山も広いですから。必ずしも知り合いってわけじゃないですよ、うん、もちろん全然。稲垣香織さんとかも全然別に、うん、48で会ってからって感じ。まあ当たり前が、どこでもそうか。千鳥、うん、千鳥のお二人はそもそも岡山っていうか、その島だから、うん。そうなるともう全然違いますね。いや、結構岡山すごい人多いですよ、出てきてると。すごいですよ、本当に。岡山すごいんですよ。小田切丈さんとか、ビーズの稲葉さんとか、ブルゾンちえみさんとか。桜井日奈子さんとか。そうそう、すごいんですよ。
高山すごいんだぞ。総理大臣、総理大臣で岡山の人いるのかな。なんかでも埼玉が総理大臣が輩出されたの一人もいないみたいなのは知ってる。岡山は分かんないな。だん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 、埼玉だ埼玉。だんだんだんだだんだんだん、埼玉だ埼玉。埼玉ポーズ、あ、このでしょ。海がないみたいな、空港ない。でも飛んで埼玉見たからね、埼玉県の知識がねすごい頭に入ってる。埼玉は特産品がないから、ご当地キティちゃんが玉に乗ってサイの被り物を被ってるっていう知識が入ってるここに。そう、埼玉市はひらがな、埼玉県は漢字だけど埼玉市はひらがな。私マネージャー埼玉県民2人いるんですよ。見に行ったって言ってました、飛んで埼玉。確かに埼玉48めっちゃいる。埼玉県から来ました。すごいやん埼玉。なんか池袋でよく遊ぶみたいな埼玉県民は。埼玉だん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 。私は瀬戸内。埼玉県行ったことあるかな。ないかも。新宿渋谷まで行けないのが埼玉県民。なんで？なんで？どういうこと？あんまりその関東問題に詳しくないから、そのどうしてそこがあれで、そうここがこうでっていうネタがあんまよく分からなかった。なんか池袋先は都会すぎて怖い。あー、わかる。わかるけど、でも私東京ってだけでもう全部都会なんだけど。池袋はもう都会って感じがするけど。都内全然詳しくないですね。まだマネージャー同伴じゃないと。地下鉄とか怖い。行ってみたいですね、東京遊びに。ちょっと話が分からすぎて解決してしまった。すごいみんな詳しいな関東に。駅前のマネはどこ出身なの。
前のマネージャーさんは埼玉だったんですけど、今はもうなんかみんなバラバラになっちゃって、今のマネージャーさんはもうお決まりのマネージャーさんじゃなくなっちゃった。移動があって、担当マネージャーが、今のマネージャーさんは九州の人なんですけど、なんか持ってる IC カードがなんか違うんですよ。パスポとかスイカじゃないんですよ。なんか変な名前のやつ使ってた。早川県かもしれん、それかも、ちょっと忘れたけど、なんかそういう感じ。それ乗れるんですかって言ったら、乗れるよって言ってました。IC カードってそんな全国で名前違うんやなって。岡山は何なんですかね。あ、岡山 IC カードない。行こうか。あ、なるほど。私岡山で地下鉄乗ったことないんですよね。思い返せば、岡山地下鉄あるの？いや、地下鉄ないんですよ。それが広島もあるのかなって思ったけど、あのアストムラインってあれ地下鉄なんですかね。地下鉄なのか。岡山は地下鉄ないんですよ。あ、アストムラインはモノレールなんだ。私アストムラインを広島に来て初めて乗って、これが地下鉄かって思ったんやけど地下鉄ではない。地下に鉄道を作るってすごいですよね。どんだけ掘ったんだって感じしません？すごいですよね。よし、電車走らせようと思って、めっちゃ掘ったんだろうな。すごいよね、お前本当に気の遠くなるようなね。いつからそんな地下鉄ってできたんですかね。もう明治時代の頃にあったのかしら。大江戸線乗ったことある？わかんない六本木駅はめっちゃ深いよ。あ、乗ったことないですね、六本木。大江戸線地下30m。やば、指定郵便じゃん。地底人、すごい。なんか怖いですね。なんかそう、地震とかあったら、うん、でもちょっとワクワクするな。地底ができるなら今度は空もできるのかな。あ、でもそれモノレールか。リニアってなんか聞いたことある。リニア鉄道私あんまり詳しくないからな。ユミリンに教えてもらえば。そうね、
自分あんまり詳しくないから何がどうでどういうことなのかが分かってないんで、五百景とはって感じ。七百景と何とか百景のその違いがあんまり分かってない、うん、普段いつも乗ってるやつはあれは何なんだろうって感じ。どういうことなんやろって。山陽新幹線は別に何とか百景とかそういうわけではないのかしらマジで何にも分かってない。横に書いてる。そうなん。分からんのよ。車体に書いてる。ちょっと見てみます今度。どれがいいとかはないのかな。じゃあのぞみとさくらとこだまではその700なんとかが違うってことなんですか。もうわし今ゼロの知識なんだけど何もかもやばい、常識ない その違いで、ここみんなは何に大ごってなってるのかが知りたい。その数字だけなのか、なんかもういろいろ違うのか。のぞみとか子供は停車駅が違う。なるほど。さくらは九州。なるほど。私マジで意味が分かってないのが、あれなんだっけ、ちょっと待って、名前が思い出せん。あの岡山のあれなんだっけ、あれなんでしたっけ、鳥取ぐらいまで行くやつなんだっけサンライズっていうか、あの倉敷とか経由するやつ。あ、ヤクモ、そうヤクモのどこに立ってれば来るのかが全く分かんないんですよ、あのヤクモマジでなんかどんなん車両でなんかこう変わるじゃないですか、こうホーム立つところ。マジでなんか分かってなくてどこに立てばいいんだろうみたいな。そう書いてるんだけどもなんか書いてるところに立っててもなんか違う違うから、なんかしかもみんな間違えてるんですよ、周りの人も。だからみんな移動する、なんかあそっちまでかみたいな。だからそういうのがめっちゃある。そう、だからみんな人がいっぱいいるからそっち側立ってたらみんな間違えてるみたいな何なんだろうね、あれ。なんか ここまで来なかったみたいなのとかがある。そう、集団移動するんですよみんなで、ああみたいな、うん、教えてほしい。あのヤクモの乗り方が未だに分からないそう、そんな感じです。乗るときある、めっちゃありますよ、役も。でも毎回違うんですよね。そう、まあ、皆さんちょっとぜひいつか役もに乗ってみてください。ね、今9時半からやって、もう多分今10時20ぐらいだと思うんですよ多分。ちょっと携帯、あ10時半
11時半ぐらいにもう一回やるって言ったらちょっと怒ります11時半ぐらいにもう一回やるって言ったら一回切っていいです多分暇なんだと思います私夜。じゃあちょっと休憩してその後また会いましょう。じゃあランキングとりあえず読みます。13位がロンさん、12位が中澤さん、11位がデュラントさん、10位がパパパンダさん、9位がモンブランさん、8位がトニーさん、7位がおやじいさん、6位がマッカさん、5位が市下さん、4位がトートーさんでした。13位から今までの皆さんありがとうございます。そして3位がうささん、2位が神奈川おつさん、そして1位がこばちゃさんでした。3位から1位までの皆さんありがとうございました。というわけでじゃあちょっと23時半にお会いしましょう。バイバイじゃあまた後で。あいつらぽーびっくりマロン。